個人的な89式、小銃の切り替え軸の操作法を紹介します。今回は右の切り替え軸を使用します。一応、切り替え軸の周囲にある4つの記号を説明します。切り替え軸の矢印を、A に設定すると、安全装置。Z に設定すると、連射。3に設定すると、3点制限転写。T に設定すると、単射です。第2指を用心金の中に置き、第3つ指、第4指、第5指は10話を保持、第1指で切り替え軸を押します。このようにすることで、接敵時、迅速に引き金を引くことができます。反対に安全装置をかけるときは、切り替え軸を第2指で押します。その他の指は、銃は上部に曲げながら添えます。切り替え軸の操作と同時に、視界を確保して索敵しますから、銃床を肩と密接するとき、銃口を下げます。左、照準、から右、索敵、の射撃姿勢に移行しながら、切り替え軸を操作します。